everyone. So today we have my friend Yumi with us. So Yumi is actually pregnant now. And this is her second baby. And Yumi's first baby, she had a labor followed by cesarean. And so this is actually will be her second cesarean. So it's a great opportunity to talk with you. Thank you for coming and talking with us, Yumi. And it's a great opportunity to see what she has packed in her hospital bag. 最初入院のした後すぐに必要なものはちょっと別に用意していかなきゃいけなくて、それがここにあるやつ。はい。テキストと。So these are the hospital texts. そう、あと入院の書類、同意書とか、あと会社で必要な書類。Yes. とあとバスタオルとパジャマ。あとまあ引き用具、ここだけはちょっと別に最初必要だから、はい、ひとまとめにしてあります。はい。じゃあ入院のあと必要なものはパジャマが 2,3 着ってあったので、ここにまあ今着てるやつも含めて 2,3 着パジャマ。C'est ainsi que pour ma vie je reste ouvert à ses。はちょっとおまけで、寒い時にパジャマの下に着れる下着で、やっぱりこれも前焼きで、とにかく綿のもの。靴下、これは病院のリストに入ってなかったんだけど、一人目の時にすごく病院が寒くて持ってかなかったこと後悔したから、靴下、暖かい靴下、こっちも暖かい靴下で、あとこれはレッグウォーマー、こういうの持ってきます。あと三重ショーツ、これ開けた方がいい、特別なショーツで、ここが開くやつ、開くもの。 So you can put a pad here. It's easy to put the pad here and it's easy to open, especially after cesarean. You can'tdo this yourself, so if the nurse is there to help you, the nurse can open this easily and change the pad for you. Allez, viens. まあ書類の他に授乳用のブラジャーです。1週間入院するのに子供に授乳しなきゃいけないんで、前焼きのブラジャー、前焼きじゃないとダメだよね。それにあの母乳パッド、これね。ガーゼハンカチは授乳用に、ガーゼハンカチが5、6枚。それから洗面用具はまあ一応普通に、ただシャンプーとかリンスは帝王切開だからほとんどシャワー浴びれないから本当に少なめ。 What is this?これは使い捨てのシャンプーとリンス。いいですね。でちょっと使ってみたかったからこれ買っちゃった。歯ブラシのコップと歯ブラシと、あと石鹸は体が痒くなっちゃうから、いつも使ってるやつを持ってく、なんかのために心配だから。あとこれはヘアバンド。あのお風呂に3日か4日は入れないから、とにかく頭がボサボサで、でも人は来るからこれで、これはすごい大事。あのヘアバンドで隠す、髪を隠してもうごまかすっていうのはヘアバンドです。まああとは普通にハンドタオルと、あとドライヤーは集団のお風呂にはあったんだけど、個室にあるかわからないからこれは持っていた方がいいね。そう、母子手帳と診察券と保険証がこう全部入ったもの、これ一番大事なもので、特に携帯電話と、あと本当は持っていっちゃダメだけど財布、お金これはでも絶対必要だから。何買う？これで自動販売機、スリッパ、スリッパー。そう、一足で足りない時にやっぱり欲しいっていうのが絶対出てくるから、スリッパを買ったりとか、まあ、何かの時にお金、ね、あと忘れちゃいけないのが時計、時計も持ってきます。まあ、これは貴重品用具。あとは洗濯物とか家族にお願いするために
あの汚れた洗濯を入れる袋です。もう準備できた。うん、本当今振り返っちゃった。忘れてたものがいくつかあった。ヘアバンドとか。That was good. So it was actually luckily we talked today. うん、危なかった。Thank you so much, Yumi. ありがとうございます。